皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていくール、カピパパ初めてのコースドカンの1ということで、こちらのコースなんですが、私の動画でよく実況させていただくカピーさん、小学3年生の方なんですけどね、そのパパさん、カピパパさんが初めて作られたコースだということです。早速遊んでみましょう。クリア率約 4% ぐらいかな、 3.79。 土管のコースということで、サムネにも土管がいっぱい使われていましたけど、どんな感じのコースになっているんでしょうか。意外とオーソドックスな感じではあるんですけれど、なかなか難しそうな感じの作りですね。右側にトゲメット、あいつがうろうろしていたり、パックンがこんにちはしてたり、おお、いいですね。こういうコインが吹き出てくるような仕掛け大好きですよ。こういう細かいギミックを作れると、やっぱりマリオメーカーは面白くなってきますよね。土管の1、ほい。ここ上にはいけないよね。一応いけないか、右側だね。さて、どんどん進んでいきますよ。ここは勢いをつけてジャンプした方がいいのかな。はい、届きます。危ない危ない。親切設計ありがとうございます。カピパパさんいい人だ。さーて、ヨーヨーが悪いんじゃないもん。さて、2回目の挑戦です。これでクリアしたいですね。クリア率的にも、まあ、できれば2回目の挑戦ぐらいでクリアできるといい感じなんじゃないでしょうか。ここ上なんか隠し土管か何かあります？重なってるように見えるけど、でもあそこには入りようがないと思うんだよな。ほい、入れた入れた、よかった。今度はうまく入れたぞ。次、はい、上に行く草が出てきた。登ると何かあるのかな。右側にブロック発見、キノコか、いっちゃっぷ。わーお、ここはなんだろう、降りていいのかな。降りちゃうよ。わーお、あ、何やってるんだろう俺は。さっきのところはここだと思うんだけど、やっぱりこっちから上には行けなそうですよね。うん、さっきので正解だったんだね。ここはのこのこ気をつけて踏んで、チョロップ一回待っていこうか。怖い怖い。どっかに中に入れるどこでもあるんでしょうか。落ち着いて慎重に。あ、ゴール発見。あ、届かなかった。はい、そういうわけでカピパパさんの初めて作られたコースクリアさせていただきました。ありがとうございます。コース初めて作る方って、無駄に孔明さん仕込んだり、ものすごい難易度のコース作ったりする人がとても多いと思うんですけどね、このコーススタンダードでそこそこの難易度で、初めて作ったとは思えない難易度、さすが天才小学生カピーさんのお父さんですね。さて、それでは次のコース遊んでいくる。はい、次はこちらのコースです。トゲコンボ壁キック高太郎さんのコースですね。名前からして嫌な感じはするんですが、最近壁キックコースが苦手になってきちゃったんですよ。進むべき方向がよくわからないけど、ここ何のためにやったんだろう。もしかしてここまで違うルートできちゃったのかな。大丈夫かな。何ですかこれは。待って、何がどうなった今。これ脱出できないな、参ったぞ。今のは何だったんでしょうね。あっちから来てたのか、見えなかった。なんでしょうねこの青ドクロ、さっきからちょっと気になってたんですけど、何かあるのかな。大きいまま行かないと、一方通行が今見えた。あ、隠し土管発見。 EX って私ノーマルもクリアできてないんですけど、ちょっと小太郎さん、ほい、
次どっちだろう、下かな。ここで降りればギリギリだったな今。次はトゲコンボとブラッパ越えか。オッケー、意外とこっちの方が行けたりして。ここが怖いんですよね、ここ苦手。怖いな。よいしょ、くるんくるんと。オッケー、床があるんだ、よかった。ここ地面左側ありますよね。ちょいジャンプ中間かな。中間ないよ。待って待って、ボスって書いてあるけど。あー怖ーい。なるほど、時間内にこいつを倒せと、そういうこと。あれ床ないんかーい。それはわからんて、それはわからんて、コウタロウちゃん。ボス、ボス怖いよ。あ、ほんとだ。あ、っていうか下トゲなんだね。ということはダメージも食らえないと。そうそう、あと1発。これオリジナルルートより簡単だったりして。であと1回。はい、そしてうえー、あー危ない危ない、よく反応できた。鍵扉に入ってお邪魔しまーす。いやーよかった、ランランルー、無事ゴールすることができたよ。ノーマルルートより簡単だった疑惑があるけど。トゲコンボ、壁キック、コウタロウさんのコースクリアしました。ありがとうございます。はい、次、こちらのコース遊んでみたいと思います。クレヨンスピラン、矢印が刺激、ピンクルートはタイムロス。クリア率 2.7% ですね。早速遊んでいきたいと思います。最近、ベビさんは演奏コースが多かったんで、スピランは久しぶりかな？タイムはでも500秒か。なーるほど。これも演奏系か。音が鳴ってるような。鳴ってないような。うそーはは。まさかのボムヘイちゃん。どっちだろう、どっち、矢印、こっちか。うーそ、難しいぞ。ちょっと難しくて途切れ途切れになっちゃったんで、今度は簡単な方なのかな、もう一個のルートでもやってみますか。スタートからやり直しましょう。
グダグダだ。グダグダになっちゃった。あ、ここも下ルートがあるのか。はい、ベビさんのクレヨンスピランクリアしました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。